はい、ちくわです。今回はね、ゴッツアンチェインドというトレーディングカードゲームをご紹介します。このゲームはね、全国のプレイヤーとオンライン対戦ができて、仮想通貨のゴッツというものを利用してカードの売買をすることができるゲームとなっております。それで一部のレアカードは過去にね、約7000万円ぐらいで落札されたこともあるようで、大変大人気のカードゲームとなっております。で、中にはね、2000時間ほどプレイをして約2億円の収益を達成したという猛者もね、いるようなゲームとなっております。さらに将来的にはね、賞金総額が1億8000万円の e スポーツ大会として開催される予定もあるというようなゲームとなっております。まあ大体こういう話を聞くと、まあものすごいお金持ちがやってるんでしょうとか、どうせ私には無理だよって思う方もいると思うんですけれども、まあ意外とね、無課金でもランキング戦とかで勝利をするとレアカードパックをゲットできたりですとか、あとはね、ゲーム内のクエストとかバトルに参加して仮想通貨のゴッツを稼ぐこともできます。あとは、カードといっても本当に数円単位から売られているカードもいっぱいありますので、まずはそういうカードを安い値段で購入して、で、需要が高まってきた時にそのカードを売るということで、約ね、50万円以上の利益を出した人もいるみたいです。まあ、なのでね、お金を出さないと稼げないということではないようで、無課金でもね、こう地道にプレイをしていくと稼げる可能性のあるゲームということになります。で、このゲームで一番注目したいのは、このゴッツアンチェインドを作った制作者が、マジック・ザ・ギャザリングというね、超大人気のトレーディングカードゲーム、こちらのディレクターを務めていた方がこのゴッツアンチェインドのディレクターを務めているということで、非常に注目のゲームとなっております。で、現在はね、まだ Windows か Mac などのパソコンでしかプレイできませんけれども、将来的にね、スマホやタブレットでの導入も進められているようですので、今後に期待というところであります。はい、それでは早速ゲームをプレイしていくんですけれども、まあ、初めのね、ゲームのインストール方法からご説明したいと思います。まずは Yahoo でも Google でも開いていただきまして、ゴッツアンチェインドとを検索してください。でね、ここにゴッツアンチェインドとあるんで、このまま入ってもらえれば、はい、このように公式サイトに飛ぶんですけれども、まあ、万が一ですね、この公式サイトが偽物の可能性もあります。で、ゲームをプレイしようとすると、何かね、自分のシードフレーズを入力してくださいよという画面になったりですとか、そういうね、詐欺の可能性もありますので、確実な方法としては、まずこのツイッターですね、このゴッツアンチェインドのツイッターの方から入ってもらって、ちゃんとね、こちらのアカウントを確認してください。で、ゴッツアンチェインド、チェックマークついてるんで、公式ですよと、ついてますし、フォロワーもね、それなりにたくさんいると。で、それが確認取れましたら、こちらから入っていただくと。そうすることで、確実にね、本物のサイトに接続することができます。で、このね、ツイッターから入るという方法は、まあ、NFT ゲームをする上でね、詐欺に遭わないように確実にね、ちゃんとした公式ホームページに飛ぶようにできる方法ですので、必ず癖をつけるようにしてください。で、こちらのね、ゴッツアンチェインドは海外のゲームになりますので、本来はね、この辺全部が英語表記になっております。ただ私はGoogle 翻訳で日本語に訳してますので、ちょっとね、ちょっと日本語がおかしくなっています。
なんでここ見てもらうと分かるんですけど、プレイするのにお金がかかるトレーディングカードゲームですと。なんかあんまりというより全然魅力のない文字が書かれていますけれども、本来プレイするのにお金はかかりませんので、こちらね無料でプレイできますのでご安心ください。でね、はい、こちらにも書かれている通り、マジック・ザ・ギャザリングの元ゲームディレクターが担当してますよと。クリス・クレイさんという方がこのゲームを担当してますよと。あとは他の基本プレイ無料のゲームとは異なり、ゴッツ・アンチェインドではゲーム内アイテムに対する完全な所有権が与えられますと。レアなカードを集めてデッキを構築し、カードを他のプレイヤーに売りましょう。そうすることで稼ぐことができるというゲームですね。で、あとはまあこちらに書かれているように、お金を払って勝つのではなく無料でプレイと。で、ゲームをプレイするだけでカードのロックを解除できますよ。なんで、カードをね購入しなくてもカードはもらえますよと。こういうことですね。こちらにも書かれているように、ゲームをプレイするだけで無料で獲得したカードを30ドル強で売却しましたと。それが P2E、プレイトゥーアーンが私にとって現実になった瞬間でしたと。なので、無料でね、ゲームをプレイしてもカードをもらえると。そのカードを30ドル強で売ることもできると。こういうゲームですね。はい、それでは早速やってみたいと思います。右上の方から今すぐプレイ。で、登録の方をまずします。まずは E メール、あとはパスワード。とパスワードをもう一回入力すると。これただパスワードがなんかこう何かこっそりとか何か卑劣な再びみたいな書いてあるのちょっとおかしいんですけどもまかなは気にせず入力してください。はい、そうすると次にユーザー名と紹介コードを入力すると。紹介コードはないので私はこのまま次へを押します。私はロボットではありません。で、これでね、確認メールを送信しましたとなります。あなたのこの住所を確認するために、鳩があなたのところへ向かっていますと。なので、伝書鳩が私の方に向かっているようです。それで、実際にね、メールを確認してもらって、コンフィルムアカウントかな。こちらをクリックします。そうすると承認が完了すると思いますので、今すぐプレイをもう一回クリックしてログイン。で、E メールアドレスとパスワードを入力します。はい、そうすると、はい、このようにちくわと、初心者ちくわと出てきました。で、これでね、ゴッツ・アンチェインドをプレイ。すると、インストールが始まります。はい、そうするとこのような画面になります。で、まあいろいろね、チュートリアルとかソロとかあるんですけれども、でこっちの方にもね隠れてるんですよね。こちらの方にはランクドかな、あとダイレクトチャレンジっていうのも、あります。で、まあ、まず最初は、こちらですね。チュートリアルをどんどんこう選択していって、結構私ね、チュートリアル見ないで、いきなり、確かこのランクドかな?ランキングバトル。こちらやったんですけれども、フルボッコにされました。なんかこう何をしていいのかわからずね、カードも何を出していいのか、どういう効果があるのか、全くわからずに、ターンエンドすらできずにですね、なんかよくわからず、相手に迷惑かけてしまったんですけども、まずはね、チュートリアルで、どういう流れなのかをね、確認した方がいいかと思います。で、このチュートリアルをクリアしていくと、今私ね、チュートリアル2まで、クリアしたんですけれども、これね、なんかカードパックがもらえるんですよ。これクリアすると。まあ、なんでね、ゲームの進め方をね、学ぶのにもいいですし、カードももらえるんで、まあ、こちらをね、やっておきたいと思います。で、このランキングっていうのは、まあ、オンラインでね、プレイヤーと対戦して、ランキングを上げていくと。で、これ、勝っても負けてもなんかね、経験値がもらえて、レベルが上がるんで、で、そのレベルが上がると、また、パックをね、もらえました。
なんで、まあ、こちらね、強くなってきたら積極的にこちらのランキングバトルをプレイしていくと。それで、このね、ダイレクトチャレンジっていうのは、例えば自分の友達ですとか、一緒にね、このゴッツアンチェインドをプレイしている人がいましたら、その人のコードをここに入力します。で、コードを入力して、デッキを選択して、スタートと押すと、そのね、友達と対戦することができます。ただね、ちょっとすみません。自分のコードを確認する方法が私もまだ始めたてでわからないんですけれども、どっかしらにいいコードがあると思いますんで、そのコードを友達とかね、と共有してバトルを楽しむと。で、最後はこのソロプレイですね。Test your skill and deck。まあ、要は、こちらどういう、今自分のデッキってどんな感じなのかなっていうのを、まあ、確認する場所ですかね。になります。で、まあ、何でもそうなんですけど、このね、Choose deck って書いてあるんですね。これデッキを選んでくださいよって書いてあるんで、このね、モードをプレイするときには、まずデッキを選ぶ必要があります。で、マイデッキ。これは多分一番初めから設定してくれたデッキがあるんですけれども、これのどれかね、使いたいものを選択して、で、セレクトと。それと、すみません、ちょっとこちらもわかんないんですけども、このね、チューズ、ロードアウトってあるんですよ。このロードアウトっていうのが、いまいち何のことなのかちょっとわかりません。ロードアウト。ミッドナイトテンプル。で、なんかわかんなかったんで、適当に、セレクトをしてこうやって選択はできるんですけど、これがねちょっとすいません、どういう効果があるのかが私にはまだ分かりませんでした。まあそれでね、まあこのようにデッキを選択してロードアウトを選択して、プレイを押すとゲームが始まると。で、私このねロードアウトはね設定しなくてもプレイはできました。なんで、いまいちこの何に使うのかがまだ、すいません、ちょっと分かっていませんけども、多分何かしらの効果があるのか、その辺がすいません、私もまだ分かりませんね。まあ、とりあえず、このチュートリアルランキングプレイソロダイレクトチャレンジと、こちらがこのアリーナという場所ですね。で、マーケットというものもありまして、はい、こちらがマーケットですね。で、実際にこういうカードが売られていると。で、この 0.0000109 っていうのは、こちらイーサリアムですね。仮想通貨のイーサリアム。まあ、だいたい 0.02 ドルですよ、というふうに書いてあるんですけども、まあ、このようにして売られていると。で、欲しいものがあれば、こういうカードを購入することもできるというマーケットの場所になります。まあ、あとはね、実際に自分の、例えばレアなカードとかが手に入りましたら、こちらの方で、売ることもできると。そうすることで、仮想通貨を獲得して、現金にね、変換すればお金を稼ぐことができると。ということになります。それで、次にこちらのコレクションはですね、今自分が持っているカードをね、まあ、いろいろと確認できる場所になるんだと思います。マナ1とか、マナ2。このマナっていうのはコストですね。実際にこのカードを出すためのコストっていうのがマナになります。こちら左上に書いている1っていう数字ですね。こちらがマナ。で、この左下のところがまあ攻撃力。で、この右の下の方がヒットポイントになります。で、攻撃力とかヒットポイントが書いてないのは魔法カードとかなんですね。魔法カードになると思います。まあ、こういったいろいろなカードが初めの段階から持っているということですかね。マナも8まであるんですね。8になると相当強い。ただコストがかかると。で、次がワークショップなんですけども、このワークショップはおそらく自分のデッキをカスタマイズできるものですかね。こうどういうものを使おうかなっていうものを、まあ、自分で選択していけるという場所になるんだと思います。なので自分だけのデッキをここで作ることができると。
で、このフォージっていうのかな、このフォージっていうのはすみません、いまいち何をする場所なのかがすみません、ちょっと私もいまいちわかりません。で、あとはオープンパックス。これは購入したね、パックとか、あとは獲得したパックをこちらで開くことができる。まあ、ガチャのようなものですかね。になります。で、ランっていうのは何なんだろう。ランっていうのもいまいち何をする場所なのかが、すみません。ちょっとまだわかりませんね。あとは、まあ、バイパックスということで、で、こちらのレアというのは 2.07 ドルで購入することができまして、これはレアカードパック。ワンレアカード。一つのレアカードか、オアベターなんで、まあ、レアカードよりも良いものが出る可能性もあると。それと、4つのコモンカード。オアベターなんで、コモンカードよりも良いカードが出る可能性があると。をいう、まあ、カードのパックですね。になります。で、あとはエピック。こちらも2つのエピックカード。で、エピックカードよりもいいカードが出ることがありますよと。で、あとは3コモンカードよりもいいカードが出る可能性がありますよ。で、レジェンダリー。これが1つのレジェンダリーカード。こちらも確定なんですね。1つのレジェンダリーカードは確定。で、あとは1つのレアカード。かそれよりもいいものが出る可能性がある。あとは3コモンカードよりもいいものが出る可能性があると、でこちらがシャイニーかな。シャイニーっていうのは一つのシャドウゴールドオアダイヤモンドレジェンダリーカード、なんかものすごいとんでもないいいカードが1枚出るのと、あとは一つのレアカードかそれよりもいいもの、一つのシャドウ、ゴールド、オア、ダイヤモンド、コモンカード、オアベター。まあ、要は何が出るかわからないけども、まあ、必ず一つはいいものが絶対出ますよ、と。こういうことですかね。まあ、こういうガチャのような要素もあると。はい、とりあえずでは一回戦闘をお見せしたいなと思うんですけども、ちょっとね、私、弱すぎて、ランキングプレイだとフルボッコされてしまうんで、まあ、でもいいか。ランキングプレイでしょ、いきますか。まずはこちらのデッキとロードアウトを選択してから、こちらのプレイをクリックします。はい、そうするとマッチングが始まって、はい、今マッチングされました。今相当マッチング早かったんですけど、私、さっきやったときは、だいたい30秒から40秒待つこともありますね。まあ、これはまあ、やってる時間帯にもよるんですけど、私今やってるのが朝の5時なんで、まあちょっと、どういう、たまたまかもしれませんけども。で、まずは、Pick Your God Power。God に何を、どういうスキルを設定しますかっていうので、とりあえず、これでいいかな。ランダムワンマナ。こちらで選択。Your starting hand, you can replace four more cards. これはね、リプレイスってのは多分これね、捨てるんですよね。はじめはどのカードを使いますかっていうんで、いらないカードを捨てるんですよ。これで捨てる。これは必要だな。この辺の魔法カードまだいらないか。なんでこれを捨てる。この4っていうのまだ多分そんな使えないんで、これも捨てる。これでいいかな。あとは Keep This Hand。はい。そうすると、このように先ほど選択した、残したカードですね。残したカードを、手札に、持つことができました。はい。で、今ね、私、マナが1ありますんで、1というものしか出せません。この左上のね、こちらがマナになりますけども、なんで私が、ね、今出せるのはこいつだけ。こいつを出します。で、出しても何もあとは作業はできないんで、このまま、ターンエンドはここです。こちらの矢印をクリックすると、はい、ターンエンドで相手の方にターンが行きます。
でここに手札があって、で、やられてしまったカードはこちらの方に行くと。今まだ読まれませんけども、こちらの方に、手札が、やられてしまったカードはこちらの方に行きます。で1ターンごとに、はい、マナが今2個増えましたね。今2になりました。なんで今度はマナがレベル2のところまでを出すことができると。でこれはなんだ、自分のキャラクターのヒールアナザーフレンドリークリーチャー4-1、なんか回復した、今の回復したかな、ちょっとすいません、よくわかりませんでしたが、多分こいつがちょっと回復、あ、マックスだったから回復できなかったのかな。そうですね、マックス体力がこれ3あって、もともと3のままだったんで、ヒールしても意味がなかったっていうことですかね。でこれが今ね、最後まで減っちゃうとターンが相手に切り替わると。はい。で、相手のね、ヒットポイント、こちらが今30ありますけども、私今1回に2つ食らって28になっちゃいましたけれども、こちらの相手の30というヒットポイントをゼロにすれば勝ちというゲームですね。で、まあなんかね、この辺にいろいろと書いてあるんですよね。このサンクタム。この辺がちょっとまだよくわかんないですね。何に使うのか。こう消えてるんですけども、この辺が何に使うのかすみません。ちょっとまだわかりません。あとはこの辺のリフレッシュとかっていうのもあるんですけど、どういう意味があるのかがちょっとまだよくわからない。はい、とりあえずまあ、今度マナ4までなりましたんで、マナ4こいつを出す。で、あとはこいつを攻撃かな。でこいつも攻撃。はい、これで、ターンエンドと。で、自分のね、カードをこうカーソルを合わせるとね、このディアディリー、これねスキルなんですよね。なんて書いてるのかすみません、全然わかりませんけども、こうカードごとにいろんなスキルがあって、キャントアタックとか、ディスクリーチャーキャントインディアデンデンアタックスアローン、まあ要はこのキャラクター、このね、カードがあるとこちら盾になってくれて、直接ね、こちらの私のプレイヤーに攻撃されないんですよ。こいつを倒さないとこいつには攻撃できないというものが、まあ、この盾のカードですね。多分このね、盾のちょっとこの丸っこい盾マークのやつが多分盾の多分要素を持っているんですよね。それでまあ少しずつね、マナが一旦ずつマナが溜まっていくんで、だんだんね、強力なモンスターを出せるようになってくるんで、こう少しずつ戦況がね、こう激しくなっていきます。だいぶやられてるけど、何これ、 8？ コスト8が出ましたけど当分まだ出せない。やばい、結構なんか相手の手札が揃ってきたけど、結構まだね、まあ自分もそうなんですけど、相手もね同じようなレベルのプレイヤーなんで、結構ね、待ち時間が多いですね。こう、相手がやってるのをこう、見てる時間が結構ある。これで、回復させて、さらに魔法カード。で、これは何か選択するんですね。3ダメージ。Give you a good、ドローカード。3ダメージにしようかな。3ダメージで選択。3ダメージで、じゃあこいつを攻撃。はい、倒しました。これで、ターンエンドかな。さあ、この魔法カードは何だろう、これ。これで一気に6与えられるんですね。でもやべえ、これで、もうカード出せないんで、私、ガンガン攻撃されちゃうな、これ。失敗した、やばい、一気に4の6与えられちゃいますね、これ。鉄筋の私何もいないんで。
こいつはまずい。あれマナってこれ7以上増えないんですかね。なんか8が出せないんですけど、さっきからともう7ターン以上やってるはずなんですが、7からなんか増えない気がするんですけど、さっきから気のせいか。これはダメだな、負けたな。これ別にディフェンスのキャラクターじゃないんで、この4と2で攻撃されたら多分もう負けますね、これ。はい、やられました。ディフィートということで、やられてしまいました。やられたものの、一応ね、このように経験値は入るんで、3パックスということでゲットしました。でコンティニューと、まあ負けてしまいましたが、このようにね、経験値とパックがもらえると。多分勝てばもっと経験値が多く手に入るんだと思います。で、とりあえずね、今パックが結構手に入ったんで、ちょっとパックを開いていこうかなと思います。その場合はこちらのオープンパックから行ってもらって、これをドラッグはパック Here to open it、 ここにドラッグするとカードが開きますよと。それでこの中から選ぶんですかね。ブラックジャガー、あ、これ全部選べるのか、全部自分のものなのか。どういうものが出るかっていうのをこう確認できると。まあ何が強いのか、すいません、ちょっとまだ分かりませんけども。あれ、あと11パック持ってんの。ネクストパック、ではこいつも開いていきます。お、なんか何、演出があるよ。なんかほら、これ熱いんちゃう。なんかただどれがいいのというところですね。この子光った、これ。アレス・ラン・レイド。まあ、ただコストが8だからな。コスト8だと相当出せないんですよね。まあ、強いですけど。ネクストパック。こちらもセット。なんかこう演出によってなんかこう違うんですかね。なんかいいのが、これかっこいいのが、このこいつ、お、コースト3でしかも攻撃力4の、もうヒットポイント2、なかなかこれ強いんじゃない。あれ、でもこいつは光ってる、この光ってるから、おそらくこれが多分いいキャラクターなんでしょうが、何がいいのかが、すみません、ちょっとよくわからない。もうガンガン引いていこう。ガンガン引いていきます。さあ、来い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 。何かいいの？この光るやつは多少いいやつなんですかね、ほら。普通のやつはこうやって光りませんよね。結構パックはもらえるんでね、それなりにカードはどんどん集まっていくと思います。はい、次。なんかこうレジェンダリーとかって出てこないのかな。そもそもレジェンドカードかどうかっていうのも確認するのって何かあるんですかね。ちょっとこう違いが分かりませんけど、なんか色が違うとかなんかあれば分かりやすいんですけど、なんか色とかも特に同じなのかな。なんかこう違いがないんで分かりづらいんですよね。ただこう後ろがね、こうちょっとこうふわーっと光ってるやつがあるんですけども、こういうのがレアなのかなとは思うんですが、そのレアのランクがちょっと分からないですね。レアなのかレジェンダリーなのか、その辺がちょっと分からない。とりあえずガンガン引いていく。
このなんか黄色とかいろんなこの種類があるのは何なの、属性とかなのかな。なんかこの青いやつとか黄色いやつとか紫のやつとかいろいろあるんですけど、なんかこう属性のようなものがあるんですかね。ラスト1パック引いていきます。はい、引き終えたものの、私の今のコレクションかから見れるのかな、カード。ちょっとこのね、マナで見てしまうと、こうどれがどれなのか全然、さっきどれをゲットしたのかさっぱり分かんなかったんで、とりあえずこのこれでね、グループ分けできるんですよ。これグループバイマナ、要はマナごとに分けますよ。マナが1のグループ、マナが2のグループって分けられるんですけど、これをね、グループバイヘルスとかグループバイアタックとかと分けられるんですよね。多分アタックだったらアタックが0のやつ、アタックが1のやつ、アタックが2のやつっていうふうに分けられるんですよ。で、この中に、これだ。グループバイレアリティってあります。で、こちら、あれ？レジェンダリー？あ、さっきのこれ？これレジェンダリーらしいですね。一個だけ私持ってました、レジェンダリーを。さっき、カードね、カードパックからゲットしたやつ。こちらレジェンダリーでしたね。トライムムベレレイドプロフェット、何書いてあるのか全然わかりませんけども、まあ、とりあえずこれは強いんですかね、レジェンダリーなんで。なんか多分強力なスキルとかを持っているんでしょう。あとエピックっていうものも一個持ってましたね。これは初めから言ったのかな、さっき私出ました、全然見てませんでしたけど。あとはまあレアと、あとは全部コモンですね。まあなんで、レジェンダリーとかっていうのも、まあそれなりに出るということですかね。さっき、まあ10パックほど引きましたけども、レジェンダリーがこう出ました。で、私課金もね、一切してないんですけども、普通にね、チュートリアルを進めていったりですとか、あとはね、ランキングバトルをやるだけで、レジェンダリーカードをゲットできました。じゃあこの、例えばこのレジェンダリーキャラクターを売るといくらになるんだろう。これはトリームビレート。TRIUM か。TRIUM。こちらでね、検索できるんですよね。TRIUM。お、こいつだ。0.0005 イーサリアム 0.0006 とか見ますね。だいたい1ドル、130円、135円ぐらいか、135円ぐらいで、こいつ売れますね。なんで、まあ、もしねこちらのマーケットに出して、売ることができれば135円、まあ、缶ジュース1本分をゲットできると。まあ、これ多分無料でね、今プレイしてるんで、缶ジュース1本でも、まあ、すごいことですよね。まあ、このようにして、もっとね、いいキャラクターが出れば、さらに高値で、売ることも可能と。こういうようなゲームですね。はい。ということでね、ゴッツ・アンチェインドをやってきましたけれども、まあ、今のね、短時間で、多分ね、1時間もかかってないぐらいなんですけれども、130円の、まあ、カードを稼ぐことができました。まあね、無料でプレイして、1時間ぐらいで130円ゲットできたんで、まあ、先ほどのね、カードももっと需要が高まってくると、価値が上がる可能性もありますので、まあ、今のうちはね、レアなカードを保有しておいて、需要が高まったら売ると、こういうことでまた稼ぐ方法もありますので、そちらのね、どのようにカードを売買するかは個人の判断になるかと思います。で、今のね、私のめちゃめちゃ弱い段階で、あのカードをゲットできたんで、もっとね、自分のデッキを強くして、もっと強いリーグ戦などで、勝ち進めれば、強力なね、カードがさらにゲットできるのではないでしょうか。まあ、こういうね、カードゲーム以前から結構いろんな種類のものありますんで、
慣れてる方はそこまで迷わずにプレイできると思います。初めての方でもね、チュートリアルがしっかり、英語なんですけれどもチュートリアルがありますので、チュートリアルをこなしていけば、それなりには大体の内容はわかるかなというふうに思います。それでね、冒頭でもお話ししたようにこのね、レアカードは過去に約7000万円ほどで落札されたこともある大人気のカードゲームとなっていて、将来的にはね、賞金総額1億8000万円の e スポーツ大会としても開催される予定があります。なのでね、今のうちにプレイしてデッキを強くしておくと大きく稼げる可能性もありますので、ぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。